富山県第1区は1947年から1993年までの衆議院議員総選挙で執行された選挙区である。定員は3。区域は現行の富山県第1区及び富山県第2区と同じである。市軍名はいずれも1993年の中選挙区制廃止時のもの。 第40回衆議院議員総選挙7月18日執行。当日有権者数48万6879人。投票率74.78%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行。当日有権者数46万8246人。投票率81.19%第38回衆議院議員。 総選挙7月6日、執行当日有権者数、45万4061人、投票率 78.、78.87%第37回衆議院議員、総選挙12月18日執行当日、有権者数、44万5824人、投票率 74.、74.00%第36回衆議院議員、総選挙6月22日執行当日有権者数、 43万4404人、投票率 81.、81.22%第35回衆議院議員、総選挙10月7日、執行当日有権者数、43万784人、投票率 74.、74.70%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数、42万2507人、投票率、 74.09%第33回衆議院議員。総選挙12月10日執行当日有権者数40万6809人。投票率79.05%第32回衆議院議員。総選挙12月27日執行当日。有権者数39万744人。投票率。 76.28%第31回衆議院議員。総選挙1月29日執行当日有権者数、36万4455人。投票率 81.、81.77%第30回衆議院議員。総選挙11月21日執行当日、有権者数、35万2332人。投票率。 80.57%第29回衆議院議員、総選挙11月20日執行当日有権者数、33万5156人、投票率。579.23%第28回衆議院議員、総選挙5月22日執行当日有権者数、32万3512人、投票率。 十六パ78、86%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行。当日有権者数、30万8950人。投票率 83.、83.56%第26回衆議院議員総選挙4月19日執行。当日有権者数、29万7228人。投票率 81.、81.50%第25回衆議院議員。 総選挙10月1日執行当日有権者数30万7270人投票率80.16%第24回衆議院議員総選挙1月23日執行当日有権者数27万9504人投票率83.47%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行当日有権者数 27万3170人、投票率76.04%。ありがとうございます。